はい、こんばんは。スタジオリバーサイドの小杉大志さん、竹下です。本日のサウンドチェック行ってみましょう。ズーム社提供ズーム G14 ですね。23番のプリセットパンサー WLK です。はい、こちらはですね、不次元性ストラトキャスターで奏でてみたいと思います。ロンリーハートがね、ちょっと最初からは難しいよというお話をいただいたので、スモークオンザウォーター、はい、名曲ですね。本当の初心者の方はこれからいきましょう。ワン、ツー、ワン、ツこれが弾けるだけで弾けた感があるじゃないですか。ギター楽しいってなりますね。じゃあいつもの誰にも弾けるロンリーハートと誰にも弾ける広島の森いってみましょう。ワン、ツー、ワン、ツー、スピックアップをしまして、誰でも弾ける広島ナムルです。ゆっくり丁寧に弾きましょう。いろんなギターって誰でも弾けるんですよ。ギター弾けない人いません、はい、で、よくね、手が大きいとか手が小さいとかね、そういう話になるんですけど、私手が小さいです、はい、よくね弾いてると手が大きく見えるって言われるんですけど、私一般の女性よりも手が小さいです、はい、特に小指はすごく短いです、はい、ご覧になってわかりますかね、はい、何で比べればいいかな、なんかないかな。多分ね、もしね、いらした方、ドラムスティックに比べればいいかな、はい、はい、ドラムスティックに比べてこれだけ、はい、小学生の女の子ぐらいの手の大きさしかありません、はい、それでも弾けます、はい、なので、女性の方でもね、全く問題なく弾けます、はい。その問題になるのがね、爪だと思うんですね。私は一応男性なので、指の先がね、こう丸いんですよ。で、女性はやっぱりね、爪の先、こう指の先がちょっとこう、尖っているので、押さえると痛いと思うんですね。で、深爪ができないですね、女性の場合ね。どうしてもね。なので、押さえにくいと思うんですけど、だんだん慣れです、慣れ。最初から弾けはしないので、徐々にやっていきましょう。徐々に。はい。自己流でね、練習されても、やっぱりどうしても限界が来ちゃうのと、一人で家でギターを弾いてても、なんとなくつまらなくなるので、ぜひね、私たちと一緒に学びましょう。はい、こちらにテロップが出ます。私は現在ですね、シアミュージック横浜校で、ギターを教えさせていただいております。まあ、教えるだけじゃなくてね、音楽談義であったりとか、そういったことを交えながらね、私の場合ですけど、こういった、ね、メモとか譜面とかにして、その日のね、どういうことが、足りないか、どういうことをやったらうまくなるかっていうのをね、メモ書きにしてお渡ししますんで、お家に帰ったらまたお友達とワイワイやるもよし、一人でね、じっくり練習するもよし、もういろんなやり方があると思います。それはもうおのおのだと思いますけどね。ぜひフリーダイヤルでお電話いただければ、私を指名していただいても結構ですし、他の生徒、先生もね、
非常にあの優秀な方が揃ってらっしゃいますんで、ぜひフリーダイヤルでご連絡くださいまで。あの大変申し訳ないんですが、3月26日火曜日がですね、私あのレコーディング、まあ、いわゆるスタジオミュージシャンもやってまして、レコーディングが入ってしまったので、ちょっと授業に出られレッスンができないんですがね、他の日は、ご連絡いただければ、はい、レッスンさせていただきますので、ぜひね、ご連絡くださいませ。ディーンとね。それではギタリストの竹下敦がお送りいたしました。See you next time です。